スティールシティダービーとは、イングランドのサウスヨークシャー州シェフィールド市を本拠地とする2つのフットボールクラブによって戦われるダービーマッチである。名称はシェフィールドが成功業で栄えたことにちなんでおり、シェフィールドダービーとも呼ばれる。伝統といった点では他の地区に引けを取らない対戦であるが、両チームともに近年は成績が芳しくなく、プレミアリーグより、 下のリーグで実現することがほとんどであり、英国内や世界的な関心度は低い。しかし、2008年3月の対戦では約3万1000人の監修が集まるなど、シェフィールドでの熱狂度は非常に高い。また、成績の乱高下が激しく、両チームが違うディビジョンのリーグに属しているシーズンも多い。そのためダービーが公式マッチに組み込まれないシーズンもあり。 これが実現した、サイの熱狂度をさらに高める要因となっている。ほとんどの試合が、ユナイテッドの本拠地、ブラモールレーンか、ウェンズデーの本拠地、ヒルズボロスタジアムで行われているが、1993年4月3日に、ウェンブリースタジアムでの FA カップ準決勝という、大舞台で実現したことがある。ありがとうございます。